こんにちは、HKS の森田です。今日はですね、またこの GR スープラをサーキットに持ってきました。で、まあ、今回、実は HKS の、ハイパーマックスツーリングというスプリングキットと、あとエキゾーストと、あとフィルターを装着して持ってきてます。まあ、ちょっとこれ見ていただくと、まあ、大体20ミリから30ミリぐらい車高が下がってるのが分かっていただけるかなと思います。で、今回このスプリングキットを装着したことで、まあ、前回ノーマルの状態で持ってきた時に、車の動きは非常に分かりやすかったんですけれども、やっぱりどうしてもその動きが大きくてですね、その次の動きに移るまでの時間がどうしてもかかってしまってたと思うんですけど、まあ、このスプリングキットに変えることによって、重心がもちろん下がりますし、ストロークの量も、バネレートを上げることと、あと専用のバンプラバーで、しっかりと止めることで、非常にクイックな動き、さらに、スポーツ走行をしていて、楽しい車に仕上がりました。まあ、このマフラーを装着することで、まあ、純正でも結構スポーティーなサウンドがしてるんですけれども、まあ、このマフラーにすることで、まあ、もう少し音が大きくなって、さらにこのエンジンのストレート6の持ってるいい音が気持ちよく聞こえてくるようになります。マフラーはもう少し発売まで時間がかかりますけれども、スプリングキットとエアフィルターはすでに発売してますので、ぜひ購入して試してみてください。またこれから HKS は様々なチューニングパーツを開発する予定ですので、楽しみにしていてください。